はい、皆さんどうもテントモです。というわけで火曜日12時を迎えましたので、お知らせチェックやっていきたいと思います。レッドゼータ本当に来ているのかね。昨日シレッドクイズがなかったことで、まあおそらく先月の ZZZR と同じく生放送中に発表された機体が実装されるだろうと、まあそういった予想なんですけども、さあね、本当に来ているのかどうか見ていきましょう。で、他はバトルラッシュぐらいですかね。はい、2つかな。では行きましょう。ほい、はい、来ました。レッドゼータ&レッドスネークね、大塚明夫さんじゃないけどレッドスネークっていう名前みたいですね。いやー、レッドゼータかっこいいね。あの生放送のあの画像よりもこれめっちゃかっこよくない？僕もともと赤い色が、まあ、シャアが好きだしね、赤色が好きなんですけども、レッドゼータかっこいいやん。で、イベントバトルラッシュアップデートとなっております。はい、ということで、いや、バナーかっこいいね。すごい、なんか大気圏に突入してるみたい。うん、常時なんか大気圏で戦ってるみたいなね、そんな感じがしますね、レッドゼータ。いやー、いいなー。レッドスネークって声優さん誰なんだろう。なんか昨日ね、昨日そのレッドゼータちょっと調べたところ、他にね、レッドゼータ的なゼータガンダムがあと2機体いるんですよね。グレイゼータ、ホワイトゼータだっけ。まあ全部ゼータガンダム3号機の派生系みたいな。うん、で、グレイゼータが中田ジョージさんだっけ。で、ホワイトゼータがアムロレイ、アムロフレアさん。うん。確か CV、その二人の名前があったような。ただ、このレッドスネークの CV が書かれてなかったので、誰なんでしょう。それ以上調べなかったんですけど。うん。レッドスネークの声優さん気になりますね。UR レッドゼータ、UR レッドスネーク、そして SR ゴットン号。ゴットン号。あー、バトルラッシュね。バトルラッシュの配布機体ですね。なるほど。ゴットン号。キャラクター？今回、キャラクターなんだ。ゴットン号って、どのシリーズでしたっけ？ V ガン？ダブルゼータ？スパロボでなんかね、スパロボの敵で、なんか、よくいたような。うん。はい、ということでバトルラッシュになんか乗ってるのかな。ゴットン号、あー、ゴットン号はマシュマー様ってやつだっけ。あれ、どうだっけ。はい、ということでそんな詳しくは覚えてないです。はい、てな感じで、はい、非常に少ないのでね。あ、でもなんか多い。イベントバトルラッシュの開始、ガシャイベント MS ガシャイベントキャラガシャの開始、素材クエスト開始。お、ここで来るのか。2倍が3倍になるんでしたっけ。クエストクリア時にドロップするアイテムの量を3倍に調整。お、通常の3倍来ました。よっしゃー、よっしゃーですね。始めたばかりの方でもクリア可能な難易度となっております。はい、いやー、結構変わるね。2倍、3倍、毎日やっていたら。そして、アムロシャーモードの一部テキストの調整。ほう。そして、米印、6月14日11時に公開予定していた、ガンダムイボルブダブルドットスラッシュ9特別映像につきまして、公開予定の映像に一部乱れが見つかったため、6月21日メンテナンス後の公開に延期となりました。あー、そうなんだ。来週ですね。はい。といった感じで、まあ、素材クエスト回収がちょっと嬉しいですね。はい、ってことで以上となります。はい、レッドゼータめっちゃかっこいいな。タイプなんなんでしょうね。なんか支援機らしいみたいですけど、うん、あの原作を知ってる方からすればサイコミュジャックっていうのがなんかあるみたいで、そう、武器はそんなに2つしかないみたいで、
僕は昨日狙撃かなって見た感じなんか狙撃かなって思ったんですけども、支援機っぽいみたいですね。まあそれか汎用か、うん、支援機か汎用かって感じでも、なんかねこのビジュアル的にはね、すごいアタッカーがアタッカー色が強いですよね。うんね、ということで、いや性能が非常に楽しみですね。ビジュアルがかっこいいので、強さが本当に伴っていれば、まあ、昨日引かないって言ったけど、さっきも引かないって言ったけど、引いてもいいかもしれないですね。いや、ダメだ。引いちゃダメだ。今ここで引いちゃダメだ。というのもですよ。ガシャ、リニューアルしますよね。あれ、僕、勘違いしていたんですけど、先週周年アップデート、ね、来てましたよね。ちょっといろいろ割愛はするんですけども、ガシャリニューアルは載ってない、ガシャリニューアルは載ってないのか。そう、ガシャね、すごい僕勘違いしていて、で暗面とかももしかしたら結構気づいてないというか、フォロワーさんのツイートで、で、まあ、やり取りをして、まあ、分かったんですけど、月末のハーフアニバパート2ガシャではなくて、まあ、毎月来る限定ガシャ、極み限定だったり、超限定だったり、あのガシャ、何やら限定のみ、UR は限定のみの排出になるみたいですね。うん、なんか国安さんそういう風に確かに言ってました。僕生放送中からもうずっと勘違いしてて、初期 UR だけが削除されて、その初期 UR のところには他のね、イベントガシャ機体が入るものと思っていて、だから初期 UR はなくなるけども完全に限定だけになるとは思ってなかったんですよ。うん。そう、生放送中のチャットの盛り上がり的にもそんなに盛り上がってなかったので、でもなんか、うん、極みと超の限定ガシャは UR 限定だけになるみたいですね。うん、4.5% 丸々限定だけになるみたいなので、そんなね、紙修正が待ってるんだったら、ね、こういったイベントガシャは、今まで以上に引かなくなるよね。うん。まあ、このイベントガシャもね、イベントガシャ期間中に取れなかったら、2ヶ月ぐらい出てこないので、まあ、限定っちゃ限定なんですけど、うん、本当の限定ガシャで、本当に限定機体しか UR 出てこないってなると、いやー、毎月もうそこに全部っぱって感じになるかなっていう。まあ、今月はね、ハーフアニバパート2なので、そのリニューアルは適用されませんけども、来月以降は、ね、7月末からオール限定、UR オール限定になるってなると、めちゃめちゃやばいですね。早くやってほしかった。うん、すり抜けも限定、ピックアップも限定っていうね。いやー嬉しいね。うん。多分僕がね、勘違いしてたぐらいだから、多分勘違いしてる、もしくはね、知らないっていう方いらっしゃると、結構いらっしゃると思うので、まあ今日はね、他にお知らせがないということで、まあ、機質の情報なんですけども、まあ結構ね、知らない勘違いの方も多分いらっしゃると思うので、まあ耳寄り情報的な感じでね、お話しさせていただきました。はい。まあ来月末からだと思います。はい、ということで、まあもしかしたら、違うっていうこともあるかもしれないんだけど、国屋さんのね、言い方がちょっとみたいな、そういうことがあるかもしれないので、まあでもあの感じだと、うん、限定のみっていう言い方でしたね。はい、ということで、今回はこんな感じで、はい、レッドゼータ来ましたね。はい、明日の性能が楽しみです。では、とりあえず今回これで以上となります。いかがでしたでしょうか？よければ、いいね。&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。
また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。